何色が好き？なんて聞かれて、ピンクってすぐ言える子が、私は心底羨ましい。すごい！もか勝った！って、女ならわざと負けるくらいしろよ、カスが。いいとこ見せようとしたのに。へへん、弱いあんたが悪いんでしょ。うわ、小さいこと言ってる。うるせ。そんな気遣い春日に期待すんな。こいつ女じゃないから。そうそう、でほっとけよ。マジで痛いんだけど。昔からこんな感じだから、もちろん女扱いなんてされたことないし、女らしくしろなんて言われることもあるけど、今さら無理でしょそんなの。でもまあ、高校生になってさらにキラキラしてる女の子たちを見て、なれるならなりたいと思うけどさ。ん？先生、頭痛いんですけど。藤平。あれ、春日さんだけ？先生は？職員会議の間留守番してんの。ほら、保健員だし。へえ、なるほど。てか勝手に寝んなよ。体調悪い人来たらどうすんの。今は誰もいないからいいじゃん。てか本当に頭痛いんだって。いつもそう言って寝に来るけど、どうせ仮病でしょ。起きろば。何この柔らかい感触。うっは、いやあ、私今藤平とキスした。へえ、春日さんもできるんだね、そんな女の子みたいな表情。うん。あ、なんか頭痛治ったみたい。春日さんとキスしたからかもね。ありがとう。こんなのが私のファーストキス。夢かな。痛い痛い。女の子みたいな表情。まだ残ってる藤平とのキスの感覚。こんなことあって、今後どうやって藤平と顔合わせたらいいの。よし、今だ。おはようございます。春日、ギリギリだぞ。ホームルーム始めるから早く席座れ。はい。天才でしょ。毎日ギリギリに教室入れば藤平と顔合わせなくて済むし、休み時間は速攻トイレ行くし。グッバイ藤平、卒業まであんたと話すことはない。今日は教科書36ページ。先生。なんだ藤平。頭痛いんで保健室行っていいですか。仕方ねえな、保健員は付き添ってやれ。はい、私です。なんでこんなことに。いた、いたたたたたたた。あ、マジで痛いの？大丈夫？ねえ春日さん、お薬くれない？俺にキスしてよ。ん？はあ？昨日さ、春日さんとキスしたら頭痛治ったんだよね。春日さんさ、保健員でしょ？困ってるクラスメートは放っておけなくない？頭痛が治る？キスで？そんなバカなこと。仮にそうだとしてもしたくないでしょ？私とキスなん。おはよう、三好さん。おはよう、南屋敷。朝練？うん。ここの部活すごいの。広いシャワー室があるんだよ。へえ。じゃ、また帰りね。あ、おはよう、陽子ちゃん、三好。おはよう、玉木くん。朝から嫌なもん見たわ。部活何入った？数学部。語学部入ろうかな。留学したいし。そういえば、特 A クラスの人、フランス語スピーチで優勝したって。ここは名門、東英大附属高等学校。私たちは中学が一緒で超秀才。空波くんの下で7ヶ月間猛勉強してなんとか受かった。番号がある。おめでとう。でも今は授業についていくので精一杯。はぁ、あ、これ。え？ G 組の授業範囲見てテキスト作った。
困ってると思って。え？見抜かれてる。いいの？未だにこんなことしてもらって。別に問題解くより作る方が好きだからな。ありがとう。高校に入っても前みたいに仲良くしてくれるのが嬉しい。そらなみ、お前も今年の英語文コンクール出すだろ。興味ないけど。はあ？中学の時賞もらってたじゃん。先生たちすげえ期待してるぞ。今年の審査員、オックスフォード大の教授がいるんだってよ。楽しみだよな。あの、私はこれで。あら、ごめん。G 組の子じゃん。何？友達？相変わらずクールだな。つうか俺寂しかったんだぞ。お前急に投影中やめてそこら辺の公立中行っちゃうんだもん。聞いてる？張り合えるやついなくなってつまんなかったんだからな。でもまあここに戻ってきてくれて嬉しいよ。また競い合えるな。誰？ところで相変わらずだな。おい、投影中の時の友達かな。そういえば勉強以外で空波くんのことあんまり知らないな。空波はまた小テストを白紙で出したの？テスト中にどうやら他のことをやってたみたいで。あいつはトップの自覚がないのか？何考えてるんだ。それって私のせいじゃ。先生たちすげえ期待してるぞ。トップの自覚がないのか？ダメだ。このままじゃ空波くんのお荷物になっちゃう。え？勉強？うち家庭教師つけてもらってるからそれでなんとかね。家庭教師？うちにそんなお金は。玉木くんはどうしてるんだろう？俺は彼女が得意だから勉強教えてもらってるんだ。彼女？代わりに俺もいろいろ教えてるんだけどね。もうギブアンドテイクだよ。マジでキモいなあいつ。ん？南屋敷？私だけ中学の時と何も変わってない。空波くん離れしなくては。もうテキストいらない？あのもう大丈夫だから。負担になっちゃうし。空波くんには空波くんの世界があるし邪魔したくない。あれだけ勉強したのにまだするんだね。そりゃあなあ。あれ、成瀬さん顔色悪くない？保健室案内しよっか。ちょっと寝不足なの。横になったらすぐ良くなるわ。大丈夫、場所は覚えてるから。ありがとう。そう。成瀬かお、15歳。小さい頃から怒鳴らざる者を引き寄せる体質。転校したばっかで緊張してるのかな。なかなか馴染まないよね。話しかけても大丈夫ばっかだし。よそよそしいっていうか、私ら田舎者とは合わないとか。うっとうしいんじゃボケ。やだ、いけない。私ったら肩が痛くてついイライラしちゃったわ。なご、ご苦労ご苦労。いい朝飯やったで、カオ。ご苦労じゃなくて、私を守るのが仕事でしょうが。ただ飯ぐらいが。でね、仕方ないよ。空腹だと力出へんねん。それにや、やつらを追っ払えるんはこの数珠に宿ったワイの力があるおかげなんやで。お嬢、家を出るって本当ですかい？うん、もう決めたんだよ。やっぱり学校でハブられたのが原因で。くそ、許せねえ。お前ら学校に殴り込みじゃ。うおー、ユー、やれやれ。やめろ。決めたんだ。新しい学校ではこのことはひた隠して普通の子として頑張るって。ん？気
悪くって、バスケ部みんな部活できなくて困ってんの。変な声がするわ、ポルターガイストみたいなこと起きるわ。やばー、それ絶対何かいるっしょ。おい、カンホ、なんやこいつ。知らないよ、席隣だったよ、びっくりだよ。めっちゃこっち見たんで。恐怖。名前、とにかく口を封じなくちゃ。高梨？ああ、なんか変わった人だよね。よく一人で空中に向かって喋ってるし。空中に向かって？高梨がどうかした？ううん、大丈夫、なんでもないよ。もしかして、高梨、さっきフラフラっと体育館に行ったの見たよ。ありがとうございます。高梨くん！ん？え？おや？切り借りてこよう。うん、私持ってるよ、爪切り。セタちゃん、ありがとう、助かる。ヤスリとトップコートもあるよ。今年もセタちゃんのポケットがモコモコになる季節が来たね。かわいい。かわいいなって思ったものポケットに入れるの好きだから。夏はスカートのポケットにしか入んないから物足りなかったけど、冬はセーターのポケットにいっぱい入って嬉しい。もはや冬の風物詩だよね。うんうん、冬眠前のリスって感じ。わかる。冬眠前のリス？それ可愛すぎない？いいの？ありがとう。てか、みんなの感性超可愛いね。あんたが可愛いから。みんな可愛いから。わーい、瀬田優里、高一、好きなものと好きな友達でぎゅうぎゅうで毎日ハッピー。ねえねえ、そろそろクリスマスの計画立てよう。今年シフォンチの番だっけ？それなんだけど、私今年はいいなって思ってる人とみたいな。詳しく、シフォ。まだ片思いだけど。詳しく。セタちゃんたちのカーテン会議始まった。こないだ塾の子に連れて行ってもらったイベントで会った人で、同い年の高一で。めっちゃ恥ずかしい。知らぬ間にそんな。へー、今日もイベントあるんだけど友達もおいでって。出会いとかあるかも。わーい、中高女子校だったからそういうの待ってた。ありがとう。盛り上がってる。キャー。好きなもの、好きな友達で満たされてたから恋とか遠い話だな。でも恋してる子はすっごく可愛いな。応援したい。わー、おしゃれな人いっぱいいるね。こういうとこ初めて来たわ。あ、シフォの好きな人かな、あの人。シフォちゃん。あ、え、なんかもういい感じっぽくない？シフォ可愛い。あ、ジュースもらおう。おう。あ、濡れてる。多分私のせいっぽい。私のもの引っかかってるし。ソフトクリーム。あ、ごめんなさい。いや、ほぼ氷だし。あの、タオルとシミ抜き使ってください。え、何そのポケット、やばくね。あ、やばくないです。こういう反応たまにされるけど気にしたくない。どうしたの？好きなもの入れたくて入れてるだけなんで。シミ抜きもワインボトルの形してて可愛いから。可愛いもの好きな自分可愛いアピール？人とは違う変わってる自分アピール？うん？なに？セタちゃんに嫌なこと言うなよ。セタちゃんはいいものを見つけるのが上手くて大事にする子なんだよ。仲良しアピール。本当は思ってないじゃん。どうせ陰口言ってんじゃん。ん？女子の可愛いも友情も大抵嘘じゃん。ん？どうしたの？わあ、ごめんね、藤丸ひねてて。本当ごめん。本当何あいつ。嫌な感じだったよね。ガツく。あ、シフの好きな人だ。あの人友達はいるんだ。セタちゃんも怒っていいのに。優しいな。ん？だってみんなごめんね。フォローしてくれる友達が
いる人だし、あと名前かわいいな。藤丸、苗字かな。やっほーみんな、夢かなわよねの生放送に来てくれてどうもありがとう。今日もバーチャル世界からみんなにハッピーをお届けするよ。待ってました、わよねちゃんかわいい。押せる。バーチャル YouTuber、 通称 VTuber、 YouTuber として動画配信を行うバーチャルアイドル。その中にはネットに顔を出すのは嫌だけど YouTuber をやってみたくてバーチャルの姿を借りている子も多い。そして、ふう、今日も楽しかった。私、クライトールもその一人。ワヨネちゃんのライブよかった。最近ワヨネちゃんハマってる。わかる。最高。スクショしよう。こんな私でもワヨネの姿ならみんなにチヤホヤしてもらえる。私にはこれさえあればいい。わ、嫌なこと書かれてる。エゴサあるある。昨日の企画、今後はやらない方がいいかも。あ、ひ、すみません。お、こちらこそごめんね。大丈夫？わ、大丈夫です。よかった。眩しい。同じクラスの太陽くん。太陽くん、おはよう。おはよう。私がエゴサでざわついてる一方で、いいなあ、ああいうイケメンは生きてて楽しいんだろうな。まあ今までもこれからも、帰ろ。関わることなんてないんだろうけど。ねえ、もしかしてワヨネちゃん？ふっ、それワヨネちゃんの缶バッジでしょ？実は俺、違います。え、待って、なんで太陽君がそんなこと知ってるの？まさか、まさか、まさか、まさか。やっほー、いる。これはつまり、うん、俺ワヨネちゃんのファンなんだ。やっぱり。あの、クライさんもなんだよね。え、よければ今日一緒に帰…太陽くん、何してるの？あ、今クライさんと喋ってて。クライさん？いないけど。え、あ、あっぷげー。スクールカーストの違いをわきまえてないやつだと思われるとこだった。早く帰ってライブをしよう。そしてまたいつも通りの生活に。あら、おかえりトール。あれ、クライさん？なんで？いや、お母さんね、バスの階段で盛大に滑っちゃって、そこをこのイケメンさんに助けてもらってお礼をしてたのよ。大丈夫ですか？エミコって呼んで。いけないことなんて誰もがしようと思ってしてるわけじゃない。ユカ、行きたいとこある？え？来週のデート、行きたいとこねえの？ケイはどっかある？俺はユカがいればどこでも行きたい。ケイは告白されるのも付き合うのも初めての私を優しくリードして守ってくれる。恥ずかしい。うん、かわいい。自慢の彼氏、もうすぐ3年目だけど。ゴミ貸して。喧嘩もなくて幸せでありがとう。でも、あ、ナナちゃんだ。次私たち移動教室だって。ユカ、没収。え、なんで？俺いるのに他のやつと LINE する必要ないだろ。俺以外の男と繋がってねえか確認。時々 K の愛についていくのに必死になる。そんなのしないよ。私、怪しまれること何もしてないのに。みんなこうなのかな。はい、好きだよ、ユカ。私もだよ。だから信じてよ。
ごめん、一瞬止まってもらっていい？カイナル君？ケイ、ゴリが呼んでる。今すぐ生徒指導室って。見られてしまった。恥ずかしい。は？なんで俺が？てかなんでここわかった？遅刻10回の掃除、単純だから。な、カイナル君はKの中学からの友達で。お前は5組だろ、関係ねえのに。うん、だからすごい迷惑。そしてKが唯一信用してる人。じゃあゆか教室まで送ってって。お前なら安心だし。はいはい、後で LINE するからな。ごめんね、いつも1組と5組遠いよね。全然、それよりすんごいイチャついてたのにごめんね。え？ううん、大丈夫。むしろああなった時の K はちょっと怖いし。カイナル君は最近どう？彼女さん北高だっけ？うん、もうすぐ6年かな。そっか、中学から。すごいね、二人ともずっと好きなんだね。うん、いろいろあるけどね、好きだよ。はあ、すごいな。そうだよね、みんないろいろ乗り越えていくんだ。怖くても全部Kの愛なんだから。やっぱり私が受け止めなくちゃ。あれ、なんか喉が。ちょっと喉痛いから保健室行ってくる。Kトイレだからここにて報告。よし。あ、は？今日臨時で男の先生だろ。待って、受け止めなくちゃ。でも待って、Kゆかちゃん。カイナル君。保健室？俺もゴリの雑用。ううん、もう平気。びっくりした、ケイかと思った。早く戻らなきゃ。貸して。え、カイナル君。あ、ケイ、俺カイナルだけど、お前何自分の心配ばっかしてんの？ゆかちゃん大事にしたいなら違う方法で心配しな。わかってるよ、先生だろ。大丈夫、俺もついてくから。うん、ゆかちゃん行こう。ごめんね、借りて。うん、私Kの言うこと聞かなかった。こんなの初めて。あれ、先生いないじゃん。Kよかったな。ゆかちゃん熱は？待ってね、Kに LINE しなきゃ。先生いないよって。ボッシュ。ねえねえ、帰りも行く？クリスマス合コン。行かない、興味ない。だよね、楓はそういうの興味ないよね。そこらの男よりよっぽど美少年だし、男前だし、うちらの王子様だもんね。うん、っていうか合コンのこと昨日の夜 LINE したのに無視したでしょ。ああごめん、スマホ壊れて新しいの買うまで使えない。寒いし帰るね。あ、もう楓釣れない。クリスマスも彼氏も可愛い女の子のためのものだから私には関係ない。今私に必要なのはそんなものじゃなく、お金。お小遣いだけじゃ無理か。どうしよう。超高条件。すみません、この募集って。あ、え、君バイト希望？そりゃもうぜひって。女の子か。え、ダメですか？君イケメンは好き？お、いえ興味ないです。彼氏欲しいなって思ってる？いや全く。あ、何この質問、面接？じゃあ最後の質問なんだけど、男のふりできる？はい。ふーん、君が新しいバイト君か。ああ、
よろしくね。あれ、ここケーキ屋だよね。なんか美形だらけ。あれ、千尋は？そろそろ来ると思う。すみません、遅くなって。あ、新人さんですか？風間千尋です。俺もバイトなんで、よろしく。はあ、すっごいイケメンだ。俺、あいつと出会って負けを悟ったよ。オーラが違うもんな。何この店、美形しかいないの？不思議だよね。店長、気づいた時には全員タイプ別のイケメン。おかげで客は増えたけど、バイトに女性を雇ったら嫉妬した客の圧力に耐えかねてやめてくんだ。苦労している。だから次のバイトは男にしようってことになってな。君が来てくれてよかった。美少年枠空いてたからね。男のフリってこういうことか。あれ、でもお客さんにバレなきゃいいなら、お店の人には言っても。それもちょっとやめとこうか。え、千尋くんね、女の子ってちょっと苦手みたいだから。今日もイケメンすぎ。わかりました。まあ男のふりで不都合はないし、むしろ普段通りだし、1ヶ月女ってバレなきゃいいだけなんて楽勝じゃん。で、更衣室で早速着替えよう。わあ、え、何？なんかいた？いや、なんでもないです。声出しです。発声練習。ああ、挨拶とか大きい声大事だしね。次からは早く着て着替えよう。こんなので本当に大丈夫？大丈夫。最初は元気と笑顔があれば大抵なんとかなるし、だから笑顔な。昔からご飯が大好きで、三食毎食米米米って食べてたら、ぐん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 成長して、気づけば誰よりも大きくなってしまいました。葉月芽衣、15歳。先生、前の人がでかすぎて黒板見えません。あれ、身長いくつあんの？170センチは超えてるでしょ。ほら、みんなも笑わない。あのさ、こうすれば見えるかな？ああ、うん、ギリだわ。葉月、これからはその体勢でよろしく。え？うん。ああ、もう私って、ほんとムカつくバカ男子。黒板が見えないならお前が立てよって感じだよね。って、メイ聞いてる？え？私はひなちゃんみたいに可愛くないから仕方ないよ。そういうことじゃなくて、てか、メイだって可愛いから。あはは、ありがとう。別に卑屈になってるわけじゃないけど、この体で人に迷惑かけたくないし、体が大きい分、ひっそりしておけば正解なんだ。あ、彼氏から電話だ。彼氏？はい、もう何の用？かわいい。女の子はみんな恋してていいな。あー、葉月、またおにぎり食ってんの？もっとでかくなるつもりかよ。ほんと葉月は女捨ててんな。うん、そりゃこんな私が。ちょ、メイ待って。恋なんてできるわけ。そこ階段だから。え、嘘。ちょっとみんな早く逃げて、押し潰しちゃうから。いやー、殺されるぞ。
花村死んだ？え、まさか。ありえる。どうしよう。私なんかを助けてくれた人なのに。生きてる。え、何？うわ、すげえ。お姫様抱っこって初めて見たわ。女子の方でけえ。目立つの嫌だけど、けどこの体で役に立てることあるって初めてだ。この子花みたいに軽いな。先生、急患です。あらら、怪我かしら。フリフリの服、長くてふわふわの髪の毛、はあ、今日のメルちゃんもすっごくかわいい。え、髪染めるの？絶対今がいいのに。今の髪色でこういうメルちゃんが見たいなんて。私の声なんて届かないんだろうな。あ、おはよう。おはよう。何見てたの？メルちゃんは SNS で謎の美少女として大人気の女の子で、私が密かに憧れてる人なんて言えませんけど。え、今日の夕食何かなって。何それ。だって私みたいな女子っぽくない女がメルちゃん好きなんて言ったら、真逆じゃんってなるだろうし。私は清水くんのが気になるけどな。キャッ。え、清水くんって誰？あんたの隣の席だよ。うん、イケメンじゃん。キャッ。私はイケメンよりもメルちゃんの自撮りのが楽しみだな。あれ、スマホ忘れた。取ってくる。人がいる。え、あれってメルちゃん？嘘、同じ学校だったの？シャワー漏れた。ん？声が低い？しっきゃー、変態！あ？女の子の嘘なんて最低！キャー！え、女の子？だって私、胸大きいもん！ほら！あ、無理があるよ。チッ！お前、メルちゃん好きなの？本人にバレた。ジャージ姿撮りたくてメルになってたんだけどさ。恥ずかしい。見てこれ、俺が男とも知らずにエロリポ送ってくる野郎。最低。あ？俺のおかげで夢見れてんだろ。俺よりすごい自撮り考えられんの？濡れ髪のメルちゃんみたい。はあ、濡れ髪？そんなん伸びない。メルちゃんの中身はクズ男だってつぶやこうかな。はあ。わかったよ。これでフォロワー減ったら月島のせいだからな。おはよう。おはよう。濡れ髪、めちゃくちゃ伸びた。ほら、言ったじゃん。面白すぎんだろこいつら。最高だよ、楽しい。これって、私がメルの監督したら、私の好きなメルちゃんにし放題。伸びる、イコールもっとチヤホヤされる。利害の一致、利害の一致。
そうと決まったら買い物行くぞ。メルの服見たい。メルちゃんとデート？お待たせ。かわいい。はあ、かわいい。ふん、まあな。声が男なのがな、残念。男だからな。あれ、メルちゃんに似合いそう。何？試着させてください。声が低い美女。かしこまりました。どう？かわいい。お似合いです。うん、買います。ちょろい。ありがとうございます。半年ぐらい前に家がお金持ちになりました。間に合わにゃい。百瀬奈美音、高一。朝は苦手派です。はしたない。はあ、今朝は自力で起きて全部自分で身支度する。そう言ったのは奈美音様ですよね。ゆえくん待って、できるから自分でやるの。貸してください。待てませんし、できてません。それと食事は座ってしてください。常識です。執事として、ゆえくんがうちに来て1週間。まったく、だから最初からあなたには無理だと言ったでしょう。ほら、早くこっち来てください。波音様のその抵抗が無駄な時間になるんですよ。はあ、もう床がパンくずだらけ。ゆえくんのことはもっと苦手です。すごく。前半終了。最後の一周、ゆえ、すげー熱。あー、ゆえくんかっこいい。すごいね、波音の執事様。どこが？普通にいろいろさ、ゆえくん転入してきて波音一回も遅刻してないじゃん。それはマキちゃんは体験してないからそんなこと言えるんだよ。ん？だってさ、この1週間朝から晩まで四六時中、家でも一緒、学校でも一緒、常に監視されてるみたいで居心地悪いんだもん。私は囚人か。家の外では常に半歩後ろでついてくる。しかも無言、なんかいつも見られてるし。宿題はやったんですか？さっきも授業中ボケっとしていたでしょう。ゴミを見るような目。夜更かしもすぐバレる。早く寝てくださいね。うん。ああ、波音んち母子家庭で今まで自由だったもんね。どんまい。うん、久々にマック食べたい、そばも飲みたい。うん、そりゃあ最初はかっこいい視点上げだったさ。1日、いや半日ぐらいは。けどさ、なんか嫌われてる気がするんだもん。今朝も舌打ちされたし。うん、私だったら逆に羨ましいけどな。だって普通にご褒美じゃん。あんな完璧イケメンなかなかいないよ。私が波音だったら絶対落としに行くのに。いや、波音様、帰りましょう。そんなポジティブに考えることなんてできないよ。この人相手にさ、無理だね。はあ、ちゃんと前見て歩いてください。転びますよ。笑いますからね、鼻で。恋に落ちるなんてドキッとしちゃえば一瞬だよ。ぐっ。ドキッとって、今のとこ恐怖でしかしたことないんだけど。じー、何見てんの？あ、いえ別に。あ、にゃんこだ。かわいい。首輪とかないね。乗るかな。子猫だ。人慣れしてますね。母猫は近くにいないようですが。一人ぼっちか。うちに来るかい？え？飼うんですか？は。なになになに？世話とか大変ですよ。まあ俺がいれば何とかしますけど、俺にも抱かせてください。あ、うん。ゆえくんってにゃんこ相手だとそんななんの？もしかして好きな相手にはこういう風になるとか。そうじゃん。だって実際今までが嘘のようにテレテレしてるし。テレてるゆえくん可愛いかよ。私あんな顔向けられたことないよ。怖っ。はあ、
食べてしまいたいほどの可愛さ。いいな、私だってそういう扱いがいい。ゆえくん、どうしたらゆえくんは私のこと好きになってくれますか？中学最後のクリスマス、メリークリスマス。誰もいないはずの家に帰ると見知らぬ男の子がいた。誰？あ、リコピン本当にいいの？だからいいって、せっかく好きな人に誘われたんだから。でも先約はリコピンで、一緒にケーキ食べようって。大丈夫だって、一人なの慣れてるし。一人？リコピン一人にするのは。そういえばご両親お仕事忙しいんだっけ？お姉ちゃん、今年はお姉ちゃんとクリスマスするんだ。え、リコピン一人っ子じゃなかったっけ？年の離れた姉が東京から来てて。姉がいるのは事実だし。ほら待ってるよ、早く行きな。ありがとう。あ、ごめんね、お待たせ。いいな、好きな人とのクリスマス。別に平気、今日はこれから家族でクリスマス楽しみ。はあ、家に一人なのはいつものことだし。ケーキの予約をしてた松川です。松川様ですね。せいぜい思うのは、このケーキを一緒に食べてくれる人がいたらなってことくらいで。ワンホールか。ん？鍵開いてる？お母さん、今日仕事じゃ。そしてメリークリスマス。誰？今に至る。いや本当に誰ですか？不法侵入。俺のこと忘れちゃった？リーコ。名前？同い年くらい？私のこと知ってて、多分鍵も持ってて。てかイケメン、まさか神様からのクリスマスプレゼント？あ、こう言えばわかるかな、おばさん。お、わあ、私には同い年の甥っ子がいる。一星？おひさん。6歳のクリスマス、15歳年上の姉が結婚。今日からリコの甥っ子になる一星くんよ。私と同い年の息子ができた。ママ、甥っ子って何？飛びっ子の仲間？お姉ちゃんの子供ってことよ。わかる？わかんない。当時の私は甥っ子がよくわからず、自分に新しく兄弟が増えたと思った。リコが一人で寂しくないようにサンタさんがプレゼントしてくれたんだ。でもよろしくね。うん、よろしくね、おばさん。おば、リコおばさんなの？え、だってそうなんでしょ？なんで誰も違うよって言ってくれないの？バカ！一星くん、おばさんはおばさんなんだけどね。こうしてたった6歳にしておばになった私は、グレタ。行かない。一星くんパパと一星くん、せっかくこっちに遊びに来てるのに。行かないったら行かないの。一星に会うくらいなら一人の方がマシだもん。そこから早数年、なぜ今ここに。お久しぶりです。久しぶりつってもほぼ初対面ぶりだけどね。9年ぶり。今日はなぜ我が家へ。ああ、うん。今日も一人で帰ってくね、雪女さん。ああ、ささめさんね。綺麗だけど無表情すぎて怖い。みんなから雪女と言われてるのは知っている。でもそう呼ばれるだけだし、人が寄りつかなくてちょうどいい。よし、誰もいない。なぜ私の正体は本当に雪女だから。ヒーター熱かった。
今日も何もなくてよかった。雪女に触れたものは氷漬けになって死ぬ。それが冬深いこの辺りの言い伝え。昔は山奥に住んでいた雪女も今は人間に混ざり町で密かに暮らしている。でも化け物、もう近づかないで。すみません、私たちは感情が高ぶると力が出てしまうの。だからそれ以来私は人前で心を殺して生きている。ササメ真珠。カラスバカ。あ、なんでここに。今まで裏山に人が来たことなかったのに。鳴き声がしてこの子見つけたんだけど、今それ一瞬で作ったよね。もしかして伝説の雪女。どうしよう。あれって凍ってきてない。化け物。伝説を知ってるなら近づかないで。思わず脅して逃げたけど。力見せてみろよ。いやごめんなさい。もし逆に脅されたら、どうしよう。まだ来てない。どうかこのまま転校でもしてくれないものか。ギリギリセーフ。来ちゃった。おはよう。はよっす。次移動だぞ。ああ、カラスバチトセは人懐っこくて人類みんな友達だと思ってそうな人間だ。つかお前寒くねえの？コートとかセーターは。俺体温高めだから。部活の朝練終わったばっかだし、おかげで寝てる間に野良猫3匹も周りに集まって。野生かよ。せめて教室で寝ろよ。あ、おはよう真珠。普通に話しかけてくる。下の名前で呼ぶし、フレンドリーすぎる。おはよう。次教室移動だってさ。科学実験室だっけ。あの、ん？昨日のこと聞かないの？なんで？言いたくないことなら無理に聞かないよ。千歳、一緒に行こうぜ。あ、ああ。お。なんだよムスキ、かまってほしいのか。こないだ彼氏とデートだったのにさ、会話続かないしつまんなくて。合コンで会った彼、いい感じそうだったのに。世界一大好き。知ってる。女子校での素を出せないのも辛いっていうか。あー、それね。あー、来たー。レオール様の期間限定ガチャルームウェアバージョン。見て見て、私とお揃いになったの。ラブポイント貯めた甲斐あったわ。ムツキ、またそのゲームやってたんだ。飽きないね。飽きる？こんなサイアンドコーナーセクシー表男子レオールパルドラス様が私の彼氏なのよ。あ、はい。でも二次元じゃ手つなぐとかチューとかできないし、それで満足？そうそう。何をもって幸せというのか、二次元は決して裏切らない。何かあったの？触れるなかれ黒歴史よ。教えてよ。リア恋じゃなくたってさ。いや、もう毎日生きるのが楽しい。ただいま、マイレオール。父さんも母さんもヨーロッパ旅行で1ヶ月いないし、実質レオール様と2人暮らし。はあ、天国。リビングでアニメ DVD 見よっと。俺たちは獣の呪いにかかってる。ここに住むなら他言無用だ。それとも子猫ちゃんが解いてくれんの？いやー、アップかっけー。あ、午後のラブ貯めないと。人気アプリゲームラブアニはアニメ化もしたし、キャラ CD やグッズも豊富だから忙しい忙しい。あ、そうだ、晩ご飯コンビニ行くか。寒。お前二股してんの？悪い。そのうち決めるってどっちかに。本当かよ。うわ、リアルな声はピュアさが足りない。
その点、レオール様は私のこと大好きなんだよな。どこ行ってたんだ。あー、尊い。いや、人？すみません、すみません。静かに静かに行きますので。ん？え、あの、大丈夫ですか？あれ、女の子？どうかしたんですか？そんな震えて。というか寒そう。僕、俳優目指して上京したけれど、演技練習してたらアパートの隣人が怒って怖くて怖くて。うるせえな、毎日毎日よ。台本？天気になるような大事な役をもらえたのに、人脈もなく行くあてもなくて。どこかいい場所ご存知ないでしょうか。え？ラブアニが舞台化ってマジですか？レオール役梅原一世って。すみません、僕です。あの、まだ舞台化の話は公式未発表でして、どうかご内密に。ありがとうございます。 2.5 次元で模試が見れるなんてマジありがとうございます。舞台化最高。自信家っぽさはないけど、そういえば目がレオール感。ちょっと来て。これは、はあ、ぴったり。推しが生きてる。ビジュアル完璧だわ。妄想こじらせて手作りしててよかった。え、手作り？役作りの練習場所を探してるんですよね。うちに住めばいいですよ。でも私の部屋のコレクションも参考になるかと思うし、日中は私学校行くけど。気にしないで、親がちょうど海外旅行中だから自由に使って。いや、むしろそれは余計。君の気持ちはありがたいけど。ムツキ、ムツキって呼んで。大好きなレオール様に私も何かしてあげたいんです。あ、レオール役？ありがとうございます。わかった、頼むよムツキ。推しと暮らせる。綺麗な瞳で見つめられ、推しに名前呼ばれ。って忘れてた、カラコン。あ、僕コンタクトしたこと。大丈夫、やってあげる。いや、あの子。目を開けて、レオール。痛くしないから。あ、添い寝シーツじゃなく本当に添い寝してもらってる。あ、幸せ。よかった、ファンに喜んでもらえて。俺も幸せだぜ。レオールはそんなこと言わない。え、私のことを世界一大好きだってこと自覚してて、ひょうひょうとしながらも私のこと一番構いたい魅惑の男ですから。はい、すみません。俺見てて楽しい。はい、リピートアフターミー。俺見てて楽しい。違う、もっとモテ遊ぶような低い甘い声で。口角もう1センチ上げる。はい。冬は恋の季節。三元自習だって。席変わっていいのかな。じゃあ私と変わろうよ。マドンナと隣なれるぞ。クリスマスまでに仲良くおなり。ここのずるさい。ありがとう。私が隣でごめんね。ヤイロっていいやつだよな。気さくだし面倒見いいし。え、頼れる近所のおばちゃんって感じな。秋野も思うだろ。秋の女子に塩対応すぎらべ。うわ、全然話したこともないのに見限られた。確かに16年恋とか愛とか始まったこともなく。9つ帰ろう。ん？後ろのは？いや、一緒に帰ろうかと思って。うん、私先生の手伝いするんだった。いや、もう他のやつに頼んで。やります。かわいい。さっきまで。おばちゃん
だったのに。あれが恋の距離感なんだろうな。そりゃ男子とだって仲良くはなれるけど、お邪魔虫は自主退散ですよ。2点で215円です。恋ってなると全然わかんないな。秋野くん、なんでお金？さっきノート運んでくれたでしょ。ああ、他の人に頼んでたっていう。なるほど。いや、わざわざ払う？それじゃありがとう。待って、ごめん。ごめん、女子と接するの慣れてなくて。そんなに？袖を掴んだだけなのに。小中男子校だったから異星人レベル。ピュア、私より可愛い。え？なんかすっごく気になっちゃうな。本当にお礼だから気にしないで。秋野くん、肉まんごちそうさま。これからちょっとずつ友達になろうよ。ヤイロさんって変わってるね。秋野くんの方だよ。でもありがとう。わ、あ、仲良くなりたいな。バイト行きたくないよ。どうしたの山田、大丈夫？溶けてる。昨日ケーキ潰したらしい。テンション上がらん。よしよし、お任せ。もう9つ。どうどう？なあ、今の子 JK のしていい顔じゃなかったな。恋始まらない理由ってこれ？でも笑ってもらえるの好きだからな。ん、秋野くん？む、大変なことになってしまった。はあ、ちょっと二人とも今のうちに決めちゃおうよ、アキラのバースデーサプライズ計画。はあ、そうじゃん、もう来週じゃん。いや、アキラジュース買いに行ってるから今のうちに。ほら、やっぱり王道のメッセージプレートとか。いや、アキラどんな反応してくれるかな。やばい。で、逃げてきて今。普通ならめちゃくちゃ嬉しいんだろうけど、みんな私のためにそんなこと考えてくれてたのか。私にとってサプライズは憂鬱でしかない。なぜなら私は感情を表に出すことができない。このままじゃ当日は。お誕生日おめでとうございます。おめでとう。うちらから愛のメッセージプレート。わあ、ありがとう。ダメだ、悪夢のバースデーすぎる。震える。ひなちゃんたち、私がポーカーフェイスなの知ってるはずなんだけどな。サプライズすれば驚くと思ってるのかしら。でも事前に計画を知れたのは不幸中の幸い。しっかりリアクションして笑う練習をすればいいんだ。わあ、嬉しい。ありがとう。よ、吉岡さん。あ、ちょっと今笑う練習で忙しい。え？あー、ごめん、見るつもりなかったんだけど。死にたい。あ、わかる？隣の席の。あー、うん、わかるわかる。葉月くん、やばい、このパターンって。こんなことや。言いふらされたくなかったら俺と付き合え。黙っとくけど何でも言うこと聞いてね。あんなことを言われるやつでは。でさ、何のゲームしてたの？え、そっち？あ、そういう楽しいものでは。何か勘違いしてる。この焼きそばパンあげるからお願い、気になる。かわいいな、おい。あ、これはそのリアクションの練習をしていて。カクカク、しかじか。それやばいじゃん。でもなんで笑えなくなっちゃったの？軽いな。小学生の時。お前の笑い方変じゃね？かーん、
クラスの男子に笑い方をからかわれたことがあって、それから泣くとか笑うとかそういうことができなくなった。こんな私でもひなちゃんたちは仲良くしてくれてるのに。あきら、おはよう。そんなみんなをがっかりさせたくない。ああ、吉岡さん。は、はい。俺が吉岡さんの笑顔を取り戻す。誕生日までに笑えるようにするよ。こいつは俺のなんで。はあ、イケボやばい。こんな声でささやかれてみたいよね。若手実力派声優さくら七木、彼は七色の声を出せると言われてる。いいなあ。ごめん、この話題嫌だった？違うよ、私声がもともと低いから。真山みるか17歳。今最高にテンション高いんだよ。みんなの好きな人の話もっとして。マジで？カエルの鳴き声みたいに声が潰れてる。女の子はまだ全然いいんだけど。プリント出してない人いますか？わ、びっくりした。七川くんいつからいた？一コマ目からいました。真山さん、プリントは？うん。男子にはあんまり聞かれたくない。ついに告白するぞ。あの、ずっと好きでした。え、誰？あ、私緊張のあまり名乗り忘れて。ミルカです。え、真山？びっくりした。男かと思ってマジで焦った。あの時から男子と話すのはちょっと苦手。うわ、また元彼から電話来た。え、また？は、そうだ、ミルカが彼氏のふりして出ればいいんじゃない？え、それは私的に地雷っていうか。お願い。うん、どうしよう。連絡するの今すぐやめろ。こいつは俺のなんで。はあ、ああ、嘘でしょ七川くん。かっこいい。何今の声。ちょ、なんだ今のイケボ。俺何かに目覚めたからもういいやん。はあ、でもこの声誰かに似てる。これでしばらくは大丈夫じゃない？真山さん、嫌な時は嫌って言えばいいのに。七川くん、もしかして助けてくれたの？あ、あり。ありがとう、ありがとう、ありがとう。無視は失礼だったよね。ちゃんとお礼言いたかったな。なんで空気にお礼言ってるの？うわっ！なんでここに？俺、今日日直、ゴミ捨て。そっか、見られてた。もうダメだ、腹をくくれ。私、声が変で、さっきも七川くんを無視しちゃって、ちゃんと言えるように練習してたの。ふーん。やっぱり、この声どっかで聞いたことあるぞ。最後まで動画を見てくれて